1、2、3、はい。こんにちは。今日はサンタバーバラのダウンタウンから東へ車で10分ほど行ったところにあるモンテシートという地区にやってきました。この地区にはお金持ちの人たち、いやいや大金持ちの人たちがたくさん住んでいます。では今から車を止めてちょっと散策してみることにします。この地区のメインストリートがこのコーストビレッジロードです。メリちゃん、ここはどこですか？モンテシート。モンテシート、きらびやさ、お金持ち。私たちはあんま関係ないけど散歩ぐらいはさせてもらえるので歩きます。ねえ、モンテシートに住みたいね。みんなこんな顔だよ。この風景を見ているだけだときらびやかさもないし、なんだか普通の街並みなんですけれども、実はここには本当にたくさんの有名人の方が住んでますし、アメリカではとっても有名な高級住宅街なんです。つい最近だとイギリス王室を脱退したヘンリー王子とメーガン妃、日本円で約16億円の豪邸を購入して、現在このモンテシートに住んでらっしゃいます。ちなみに16億円はこの辺りでは普通のお値段です。他にモンテシートでいつも住んでいる人としてはオプラ、エレン、ロブローの3人が有名です。その他にはここに別荘を持っている人はもう数え切れないほどいらっしゃいます。ここはビバリーヒルズと違って隠れ家的な存在として好まれているようです。キンキラキンだ。これもキンキラキンだ。なんか入るのも怖い。お店に入るのも怖い。なんかこの辺どうせ入っても買わないお客さんって分かってるから、すごいなんか。サンタバーバラのモンテシート地区についての話でした。チャンネル登録してまた遊びに来てくださいね。バイバーイ。